はい、どうも、始まっきゅうしょうです。いやーね、なんつんだろう、なんつの題材ね、作画崩壊がすごいね。充電が切れた、コントローラーの。いやーもうちょっと俺すごい悲しい。だってさ、ぶっちゃけ第1期とは2期すごい作画良かったのかな、わからんけど、やっぱうおーってなった。なんだろうな、2期からやっぱね、エスカノールが出るので、やっぱそのアニメ見て俺7つの大罪見始めたのでね、その2期分のね、その作画パワーを持ってくれればよかったなっていう感じ。永遠の消防隊もなんかあんま見てないんだけど、絵自体は悪くないんですけど、なんかあんまかっこよくないなっていう。もっとちゃんと見たらかっこいいのかもしれないんだけど、なんかもっとその弟とのね、シンラショウと、草壁シンラとシンラショウだっけ、なんだっけ、わかんねえ。まあ弟 VS 主人公の戦いがね、あそこ結構熱かったけど、あんま面白くなくて、そもそも声優がなんか合ってない気がするな、俺は。新八じゃないでしょ、声優は。とは思うけど、なんかね、まあそれはいい。いや、単純に新八の声がうるさいだけなんだけど、7つの大罪終わったよ。ちゃんとダメ。ああ、もうマガジンやりやがったな。手抜いたのかな。ふーって。まあいいか、別にどこ任すでも、みたいな感じでやったな。当然だと思うなよ、両作画が。まあ、それも、一番大事な3期です。エスカノール VS、じゃメリオダス。まあ、もうちょっと見ましたけど、なんか違う。暗いの、やっぱりあんなかって。あんな感じじゃないよな、多分。え、もっと明るくなかったっけ？やっぱ暗いのかな？え、暗くなくない？違うよな。暗いの？空が白いんだから暗いわけはないだろう。あ、なんかもう、ああ、もうやだな、もう。マガジンやったよ、もう。まあでもマガジンアニメ作るの下手なのか、金持ってないんだろうな、そんなに。なんかさ、五等分の花嫁アニメそんな良くないらしいじゃん。マガジンの作るアニメで、延々の消防隊も、まあ、絵は、作画はさ、すげえいいと思うんだけど、別になんかあんまりかっこいいなとは思えなかった。うん。絵はいい。作画自体はいいんだけど。あと別に鬼滅の刃はすごい良かったんだけど、別に鬼滅の刃のまだ盛り上がるとこじゃないから、本編で見たら面白いんだけどさ、アニメで見るほど、アニメのね、じーっと20分やってるほど面白くはない、やっぱり。そもそも自分が見たとこだしね。あー、でもやっぱすごい演出派手で最高だなとは思うけど、局所的にさ、バトルシーンだけは見たいとは思うんだけど、まあ、そもそも盛り上がりに欠けるじゃん、序盤って。面白いんだけどさ、鬼滅の刃は。それを一回見てもまだ面白いと思えるかっていうとさ、漫画はさ、自分のペースでパパパパって見れるから面白いんだけど、アニメみたいに、またきついな。あとリモコンなくなっちまった。ない、リモコンない。助けて。あっち、部屋が。鼻がさ、詰まってんだよ。リモコンなくなった。まあなくなったことはないんだろうけど、くそ、クソ野郎がマジで腹立つの。あっちいい、あじいよアホ。
アホタレ、タレアホ。クソ、ないよ、リモコンがない。いや、超腹立ってきた。ちょっとリモコン探すわ。